Welcome to the channel. ようこそ、来てくれてありがとうございました。私のすごく友人、たっくんです。はい、よろしくお願いします。たっくんで、まあ、英語のスラングとか、TikTok スラングを紹介しようと思ってて。いいね、それで。ね、まあ、持ってます。はい。はい、じゃあ、最初は、シーシーっていうな単語。シーシー。S-H-E-E-S-H。シーシー。はいはいはい。それを聞いて何が思い浮かびますか？そうだね。なんか、ね、シーシー。シーシー。聞いたことないな。あれかな？あ、わかった。あれだろ。Keep Quiet の意味の。あー、違う。絶対当たったと思ったの俺。ほんまに。絶対これやと思ったのに。そうか。じゃあもうそれで違うんやったら、もうあれしかないやん。何？Go to the toilet。シーシー。Yes。そんなことないよ。そんなことないよ。さあ、マジか。え、惜しい。これ。どっちの方が近いの？トイレとキープクワイエット。どっちの方が近い？じゃあ、最初の方が近いかな。ああ、そっか。まあ、実は、シーシー、あ、知りたいですか？知りたいです。はい、シーシーは、なんか、私が今からすごいことするよっていうシーシーです。うんうんうん、ああ、なるほどね。はいはいはい。コロナを、が、勝った。だから、このコロナは、シーシーって言って。ああ、なるほどね。シーシーだから、シーシーって。そういうことよくあります。なるほどね。はい。シーシー。OK。二番目のものは、これです、うん。このポーズです。どう思いますか？なるほどね。これ。はい。どっちでも。どっちでもいい。なるほど。very difficult。あ、わかった。はい。今から私は、dying。違う。これ、わかった。かかってこいっていう意味。ああ。そんな気がした。ニア。コース。ニア。ああ、なるほど。はい。最後やな。最後答えて。あ、もう、普通にピストル撃つぞ。ああ、ちょっと。2回目の方が近かった。2回目の方が近かった。ああ、マジか。じゃあ、していただいて。あ、イエス。はい。これは、なんていうか、私は、結構すごい人。ほう。なんかさっきと似てるくらい。さっきはすごいことをしますよっていう、接する前のあれやったよ。はい、だから、今回はすごい人。はい、だから、大体みんなは、これとシーンしてよく一緒にやる。ああ、なるほど、そういうことか。はい。ね、これは、誰が始まったのは、NBA バスケット、バスケットの時に、これやった後で、そして入った後でこれする。ああはい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 。で、ね、意味は、私は全然なんかぶれない、なんか何しても、そうやって何しても私はもう私の中はもう動けない。だから、アイス、氷みたいなものが、血です。ああ、なるほど。アイス in my veins。ほう。だから、それで、なんか、何でもぶれないから、全然入っ、シュートしたら入ります。ああ、なるほど。だから、シュートしたら入りますから、まあ、僕よりすごい人はいないっていう。Ice in my veins。なるほどね。それが、なんか人の変わった意味 になって、私はすごい人にだよって、これする。なるほど。はい。じゃあ僕が大教会青年して、今、神殿掃除をいつもやってるやんか。神殿掃除をこうやってきれいにして、よっしゃ、神殿きれいになったという時にでも使える。扱える。一番きれいにしてるから、俺、誰よりも。誰よりもきれいにしてるから、いけって。
ああ、じゃあ、でも僕より綺麗じゃないかな。いやいや、そんなことは僕一番綺麗にしてる。このバスケットボールで、それを入って、そして見た、見て。Ice in my veins。 なるほど、もう結構面白いね。はい。それは Ice in my veins。 はい、次は今から教えます。はい、次はこれです、はい。はい。これコメントしたらどういう意味になる？なるほど。この4匹のこと、4匹を1つとしてどういう意味かってことだよね。はいはいはい。あ、はいはい。なるほど。ね。Let's see if I... あ、なるほど。わかった。私は、まだまだ戦う。まだまだ生き返る。死なない。ああ。なんか寝てるところからこう起き上がってる。で、また寝る。で、起き上がるみたいな写真やったと思うんだけど。そう、私は死なないよ、私は死なないよとか、まだまだやれるんだよとか、まだやれるよ、負けず嫌いっていう意味なのかなって。ああ、負けず嫌い。逆やったら、ね、立ってる寝てる、立ってる寝てるやったらもう死にたいのかなってなるけど。あ、そうそうそう、死にたいの。別に死んだらいいやって思うな。でもそうじゃないから、ね、結構やばいって言ったら、ね、大丈夫？ああ、まあ大丈夫だよ。でも、違います。ああ、違うんかい。違う。一個も正解できんかった。ギブアップ。いや、ノー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 。あと2回、あと2回は答える。あと2回は。あ、2回。はいはいはい。でも今のは近いの、結構。近くない。近くないか。どうしたらいいんやろ。じゃあ。あ、わかった。はい。おはよう、おやすみなさい。おはよう、おやすみなさい。いや、違うのか。どっちのが近い？それ1番目と2番目と両方結構遠いや。マジか。これむずいな。あ、じゃあまだね、俺ヒントってもらってないんや。ああ、ヒントヒントヒント欲しい。ヒント、うーん、じゃあアメリカの女子がこれをしたらセクシー。でもこうやって、ああ、うーん、違う違う。おアメリカの女子がこれしたらセクシー。So I said, if a American girl does this, it's sexy. まあ、なんでも、女子が誰でもしたらセクシーなんですけど、いや、大体アメリカの女子がこれよくやります。これ言っていいかな、これ。言っていい？うん。これじゃない？ガシャダウン。あ、違います。髪の毛を触る。違います。ね、あ、蜂や。歯をクリーン、クリーンにきれいにする。蜂と歯やかな。違います。はい、もうもう無理やな。無理、無理やな。これは分からんわ、これは。これ。そういうことです。なんで8マークがこれなんだろう。腰がこういうことする。そういうことか。それを動物で。だから動物でこうやって。こうやっての動き。あ、そういうことか。ここでよく見えるけど、腰がこういう動きする。だから。これ止めてんね。手欲しいらしいな。これ。なんかでもいろいろなんか、そのやっぱ僕もやっぱ日本人やから、その、はい、やっぱハワイやアメリカのことも全然知らんし、やっぱすごいなんていうの、スタディ、勉強になるよね。すごくスタディング。ね。確かにね。そうそうそう。やっぱね、おじばで6年おって、でそこからこっち来てるけど、うん、やっぱいろんなね、外国人の人らと会話してきたけど、はい、やっぱいろいろ勉強になるよね。うん、そう。勉強になります。ね、ティモシーやアンディとか、シャーロット・ミチエとか。シャーロットさん見てへんかな？ミチエちゃん。見えないと思う。じゃあそれで今日の、3つの、アメリカの TikTok の単語を教えました、はい。どう思いましたか？いやー、すごく勉強になりましたね。特に最後のあの推し、
そうそうそう。蜂さんがこう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 で4匹並んでるやつで、はい、そうそう、生きてるとか死ぬとかそっちで考えたりもしたんやけど、まあ、あのナースウーマンの、うん、ウーマンのそう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 ウーマンのお尻を表してたと。そうですね、いやもうそれはもう一生忘れないですね。ほんまに、はい、確かにね、一生忘れられない、ね、はい、じゃあ今日あのあのまあ、一緒にやってやってくれありがとうございます。いやいやいや、また、あ、これから もっとあの Twitch であのライブしますけど、はい、あのぜひ時間があるときにあの来てください。はい、はい、ありがとうございます。じゃ あの今から休憩します、はい、またね。またね。面白いやん、結構楽しい。